ウェルベージュのオーラです。本日もオンラインサロンにアップされる商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が1月の8日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄にあってのそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらチャンピオンの T シャツですね。80年代トリコタグの M ミディアム表記で88ボディの方です。グレーの霜降りボディにラバープリントで3段入っております。で程度としても特に目立ったダメージなどは見られないです。サイズがミディアム表記というところで、まあ、僕はちょっと身幅が少し細く感じるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオンの T シャツですね。70年代のバータグでサイズ表記は XL です。 100% コットンのボディで赤ボディにこちらもラバープリントですね。でフットボールの T シャツになっております。まあ、全体的に多少の使用感ところどころはありますが、ひどいダメージなどは見られないです。でサイズも XL というところですね。まあそこま年代がちょっと古めなので少し小さめではありますが、僕も着用ができるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段6800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオンの T シャツですね。タグがこちら80年代のトリコタグでミディアム表記 100% コットンで、白ボディにこちらラバープリントですね、3段で入っております。でこれに関しては程度かなりいい状態かなと思います。こちらもミディアム表記というところなので、まあ、最初のものと同様ですね。ちょっと僕は身幅がきつく感じるサイズ感です。お値段の方がこちらも6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツはタグがアーテックスのボディですね。5050のボディでミディアム表記になっております。で白ボディにこちらフロッキーのプリントですね。 US アーミーいいですね。で状態としても特に目立ったダメージなどはありませんが、こういった薄いシミだったりとか、こういった小さい小穴っていうところが多少見受けられるぐらいです。でサイズもミディアム表記というところなので、まあ、僕はちょっと着用は正直ちょっと難しいぐらいの小さめのサイズ感にはなります。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方がこちらのデルタのタグになっていて、サイズ表記は L 表記になっております。で白ボディに胸にワンポイントですね、マックのプリントが入っております。で背中の方もですね、こちらの方にドナルドのプリントだったりとか入っております。でサイズも L 表記というところではありますが、気持ち大きめですね。まあ、XL ぐらいの感覚で着ていただけるサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がタグがこちらの方になっております。サイズ表記は XL の表記ですね。黒ボディに、ロッドマンのプリントですね、ラバーで入っております。バックにもこちらですね入っていて、まあ、タトゥーの感じとかもすごいかっこいいと思いますね。でサイズも XL っていうところで、まあ、かなりゆとりを持って僕も大きめに着れるサイズ感です。こちらお値段の方ですね、15,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグがこちらギルダンの2枚タグ、サイズ表記は XL のボディになっております。白ボディにトイザラスのプリントですね。でバックは無地のタイプです。でサイズも XL というところなのでかなり余裕が出ますね。僕も相当大きめにダボッと着れるサイズ感です。こちらお値段の方なんですが、12,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグが、フルーツオブザルブのツルタグ、サイズ表記は XL の表記です。でこちらピーターマックスのプリント、めちゃめちゃいいと思います。バックは無地のタイプです。程度もかなりいい状態ですね。本当あまり面白くかかってないぐらい状態かなと思います。でサイズも XL というところなのでかなり大きめに着れるいいサイズ感です。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツというかノースリーブなんですけれども、タグがこちらのウィンターランドの方になっていて、サイズ表記の方です。ちょっとすいません、一番下あたりなんですが、ちょっと見えない状態になっております。すいません、あこちらですかね、サイドの方ですかね、 L 表記だと思います。で黒ボディにマンソンのプリントが入っているんですが、まあなんかもうこの雰囲気っていうところですね。袖も切られていてっていう状態です。ところどころ本当雰囲気系になっていますね。シミだったりとかこういう汚れっていう感じが残っているっていうところです。サイズ表記も L 表記だとお伝えはしたんですけれども、まあ、僕でも余裕を持って着れるようなサイズ感です。なんか T シャツとか、ロンTだったりとレイヤードしていただくといいかなと思います。
こちらお値段が1万5800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですが、タグがこちらチャンピオンのタグになっております。サイズ表記 XL ですね。でこちらは、コスタリカ製のものになっております。グレーボディにラバーで、レイダースのプリントが入っております。裾の方にもこちら NFL のタグもついております。でダメージとしても特に目立ったところは見受けられないですね。でサイズも XL というところです。かなり僕もゆとりを持って大きめに着れるいいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方ですね、7800円に消費税になります。続いてこちらリンプビスケットの T シャツですね。タグがこちらジャイアントの XL 表記になっております。 100% コットンの黒ボディですね。にサードアルバムのジャケシャがプリント入っているってところですね。めちゃめちゃツラがいいと思います。でバックにもこちらのプリントが入っております。でサイズ表記 XL というところですし、やっぱかなり僕もゆとりを持って着れる大きめのいいサイズ感ですね。こちらお値段の方が1万5800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方はヘインズのタグになっていて、サイズ表記は L 表記です。でこちら地味編のプリントです。でボディがタイダイってところですね。かなり雰囲気いいと思います。でバックは無地のタイプです。気持ちこういった小穴とかがあったりはするんですが、まあ、その場所も場所までそこまで目立つ感じではないかなと思います。でサイズも L 表記というところではありますが、ちょっと僕だと少しピタッとなるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が1万5800円に消費税になります。続いてこちらスウェットパーカーですね。タグが80年代ナイキのコンタグ、ミディアム表記になっております。でグレーベースに黒との切り返しですね。でフルジップのタイプ、ナイキの刻印も入っていて、胸には、黒の刺繍でスウォッシュ入っております。でこちら全体的にそんな目立つダメージもなくいい状態かなと思います。まだサイズがミディアム表記ではあるので、僕だとちょっと着用自体は正直難しいサイズ感にはなりますが、女性にもすごくおすすめな一品かなと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらレギュラーのスウェットですね。タグがこちらの方になっております。サイズ表記は XL の表記ですね。でこちらネイビーボディにネイビーのこちらラバープリントになっております。でこれに関して程度がめちゃめちゃ綺麗な状態ですね。いい状態だと思います。でサイズも XL というところですね、まあ、僕も、まあ、多少ゆとりを持って着れるぐらいのいいサイズ感だと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。タグがこちらのリーのボディです。でサイズ表記の方がこちらの下の方ですかね、ちょっと薄れててもう読めない状態にはなっております。まあ、ただ実寸で XL はあるだろうなっていうサイズ感です。でラバーで I love New York のプリントが施されております。ちょっと状態としてですね、薄い汚れがちょっと多少残ってるっていうぐらいです。ひどいダメージっていうのは特に見られないですね。バックは無地のタイプです。でサイズも XL はあるとお伝えしたんですが、まあ、僕でもかなりゆとりを持って着れるいいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらスウェットパーカーですね。70年代頃のものなんですが、タグはついていない状態です。でグレーの霜降りボディですね。で紐がついて残っているっていう状態です。特に大きなダメージは見られないかなと思います、この霜降りの感じもすごくいいですね。でサイズ表記あったとしたらですけど、ミディアムぐらいの表記かなと思います。僕だと気持ちちょっと着丈が短かったりとかして少し小さく感じるサイズ感です。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもスウェットなんですが、アディダスのものになっております。サイズ表記の方が多分こちらに記載されてたと思うんですが、見えない状態になっております。でグレーベースですねに、黒のちょっと切り返しがところどころ入っているってところです。で胸の方には、アディダスの刺繍とトレフォイル入っております。でジップはこちらの方ですね。でバックに関してはこういった作りになっております。でサイズ表記あるとすると L 表記ぐらいの感じかなと思います。僕でも多少ゆとりを持って着れるようないいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方ですね、こちら7800円に消費税になります。続いてベストを1点紹介します。タグの方がこちらスキーリーバイのタグになっております。サイズ表記はこちら L 表記っていうところですね。でこちらに関してはスナップのタイプです。ジッパーではなくオールスナップになっていて、
こちらオレンジタブもしっかり残っております。状態としても特に目立ったダメージなどは見られないです。ほんと細かいところで言うとなんですけど、こういった小穴が多少あるぐらいです。またサイズも L 表記というところではあるので、まあ、着用できる方多いんじゃないですかね。僕でも全然着用はできるサイズ感です。お値段の方がこちら 12,800 円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらウエスタンシャツになるんですが、タグがこちら H バー C のタグになっております。サイズ表記の方はですね、ちょっと読めない状態になっております。でウエスタンシャツなんですが、コットンのタイプですね。珍しいと思います。しかもこの配色もすごく珍しいですね。で特にダメージっていうダメージも見られない状態ではあるんですが、まあ本当細かいところ、こういった袖の入り口のすれとか、あとは首元もですね、こういった感じで多少すれてるところはあります。まだ着ていける状態ですね。サイズ表記あるとするとかなり小さめだと思います。14から14ハーフぐらいのサイズ感ですかね。僕だとさすがにちょっと幅がちょっと足りない状態ではあるんですけど、着用できる方すごくおすすめです。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてネルシャツですね。ライトネルになります。タグの方がこちらになっていて、サイズ表記はこちら XL の表記です。 100% コットンのボディですね。年代でいうとそんな古くはないものになっております。90年代頃ですかね。でただこれに関して配色がめちゃめちゃいいです。グレーピンクっていう配色ですね。でダメージっていうダメージもあまり見られずいい状態かなと思います。まあ、プラスサイズですね。 XL っていうところなので、この辺大きめに着れるのもあまり少ないかなと思います。僕でもゆとりを持って着れるいいサイズです。こちらお値段の方ですね。こちらが、すいません、7800円に消費税になります。続いてもう1点、こちらヘビーネルですね。タグがこちらファイブブラザーのタグになっていて、サイズ表記は L のトールマンっていうサイズです。で赤黒のチェックいいですね。まあ、王道で鉄板かなと思います。で、まあ、多少の使用感全体的にちらほらあったりはしますが、ひどいダメージなどこちらも見られないっていう状態です。でトールマンの L なので、まあ、僕でも着用できますし、まあ、着丈がしっかり残っていていいサイズ感です。こちらお値段の方ですね、6800円に消費税になります。続いてこちらまずセーターの紹介ですね。タグの方がこちらになっております。50% シェットランドで 25% リネンで 25% コットンっていう結構変わった素材感ですね。サイズの方は42の表記になっております。でベージュの色味になっていて、程度がかなりいいですね、こちらに関しては。であまり縮みも出ていなくて、サイズが42の表記なので、僕も全然着用ができるいいサイズ感かなと思います。この質感もね、まあ、リネンが入ってるっていうところもあって、かなりこう独特な質感になっております。ものとしてすごい珍しいと思いますね。お値段の方が6800円に消費税になります。続いてリバースイグの紹介です。こちら無地のタイプですね。90年代の、刺繍タグの L 表記になっております。でグレー無地の目なしのタイプですね。でこれに関してちょっと触ってて思うんですけど、めちゃめちゃ肉厚で程度がかなりいいです。まあ、ボディ程度自体はいいんですけど、こういった薄い汚れがちょっと残ってるぐらいです。ただ全然めちゃめちゃいいです、この状態。サイズも L っていうところなので、まあ、僕も着用は全然できるいいサイズ感です。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてプリントものですね。こちら、刺繍タグの XL 表記になっております。しっかりアメリカ製です。メキシコ製になる直前のものですね。でグレーボディにラバープリントでバージニア入っております。でこれに関しても特に目立ったダメージっていうところは見られないですね。でサイズも XL っていうところなので、まあ、僕も、多少ゆとりを持って着れるようないいサイズ感です。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてパーカーを1着紹介します。タグの方が80年代トリコタグの L 表記になっております。でケアタグもつく2枚タグのタイプです。で赤の目付きのパーカーですねになっていて、状態としてこのハトメの周りが多少状態が来ているところはあるんですが、あとはそうですね、まあ、この辺の、ペンキ汚れになるんですかね、少し汚れがついてたり、あとはポケットの付け根も多少ステッチが抜けてたりとかっていうところはあったりします。まあ、ただ全然まだまだ着ていける状態かなと思います。でサイズも L 表記というところなので、まあ、僕もちょうどよく着れるようなサイズ感です。
こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。そしてリバースのスペシャルですね。こちらは USAFA のハーフジップになるんですが、すいません、タグが叩きタグ、まあ、叩きの最終にはなるんですけど、めちゃめちゃいいです。ミディアム表記になっております。でハーフジップのジッパーもこちらタロンのジッパーがついております。で胸に USAFA ですね。で、まあ、状態として、まあ、こういった汚れ、ブリーチ飛びですかね、とかこの辺のペンキ汚れになるんですかねっていう感じはあるんですが、このボディの焼けてる感じとも相まってかなりいい雰囲気を醸し出してるかなと思います。でバックはこういった感じですね。その焼けてる雰囲気すごくいいです。まあ、袖の入り口っていうところですね、多少擦れてたりとかはします。あとはこちらの方ですね、ちょっとしたリペアが入っておりますね。でサイズがミディアムというところで、まあ、叩きのミディアムというところなので、さすがに僕の着用自体は難しいんですが、着れる方もめちゃめちゃおすすめです。こちらお値段の方が79,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介ですね。こちら M65 のパンツになるんですが、すみません、こちらタグの方がついていない状態です。まあ、ただ、実寸からするとおそらくミディアム、ウエストミディアムの、レングスが XS の表記なのかなと思います。めちゃめちゃいいサイズ感です。でダメージというダメージも特に見られず、まあ、ユーズの状態ではありますが全然いいコンディションかなと思います。でそのミディアム XS ショートっていうふうにお伝えしたんですけど、インチで言うとウエスト34インチのレングスが26インチってところですね。このサイズ感めちゃめちゃいいと思います。こちらお値段の方ですね、9,800円に消費税になります。続いてこちらのパンツなんですけれども、タグの方がですね、ちょっとこういったタグしかないんですけれども、この辺のタグですね、サイズ表記が32-32っていう表記になっております。でブランドタグとしてはもうこちらですね、ディッキーズのものになります。ディッキーズのダックパンツのペインタータイプですねになっております。トップボタンにもディッキーズの刻印が入っています。ジッパーの方はこちらのジッパーがついております。状態として、まあ、ダックの感じ、この擦れてる感じかなり出ていて雰囲気がすごくいいかなと思います。で股下とかに関しては全く問題ないです。で裾に関してなんですけど、こちらレングスが上げられているものかなと思います。ちょっとステッチが多少違っております。まあ、ただ当たりなども出ていてある程度馴染んでるかなっていう状態です。で実寸のサイズの方はですね、ウエスト31インチのレングスが28インチっていうところです。まあ、裾上げこそされてはおりますが、逆にこう履きやすいサイズかなと思います。需要が多いサイズ感ではないでしょうか。こちらですね、お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらのホワイトデニムですね、501のホワイトになります。でこちらパッチの方が501、ウエスト30インチのレングスが34インチになります。でこちらもテープも残ってたりとか、このフラッシャーなども残っていて、まあ、いわゆるデッドストックの状態です。まあ、ただその保管時の影響でなんですけど、この辺に薄汚れがあるっていう状態ではあります。で実寸もウエスト30のレングスが34インチですね。まあ、現状僕には全然長いサイズか、レングスが長いサイズにはなりますが、まあ、この状態なのでこの裾上げされてから履くのも全然ありかなと思います。こちらお値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらもデッドストックの方ですね。パッチの方がこちらです。ウエスト、すいません、501だって、ウエストが28インチ、レングスが34インチの表記です。でこちらももろもろ残っております。ただこれに関しては、こちらの方ですね、紙タグでメイドインメキシコ、メキシコ製のものになります。まあ、ただもう真っ紺の状態、もう糊もパリッパリに残っております。まあ、この状態ですし、またサイズ感はですね、ちょっとウエスト28インチでレングスが34インチっていうところなので、こちらも裾上げして履くのも全然ありかなと思います。こちらの方でお値段ですね、19,800円に消費税になります。続いてこちらの商品なんですけれども、パッチからがいいですね。パッチの方がこちら、ロットがこちら618っていう品番になっております。ウエストがこちら38のレングス32っていう表記になっております。
でこちらに関しては白タブがつくものになっておりますね。で程度として見ていきたいんです。まあ、ざっくりめちゃめちゃいい程度です。また下も全く問題ないです。でレングスに関してもこちらオリジナルのものになっております。まあ、裾口付近にねこういった薄い汚れがあるっていうぐらいです。本当生地感自体もすごい張りが残っていてかなりいい状態です。で実寸のサイズなんですけれども、ウエストのみ縮んでるというところですね。ウエストが36インチのレングスが32インチというところです。この辺履ける方本当新品ですよね。持っててもいいんじゃないでしょうか。こちらお値段の方ですね、29,800円に消費税になります。続いてスニーカーを一足紹介します。オールスターのローカットですね。キャンバスの赤のタイプになっております。でインソールの方はこちら90年代のものになっております。でトゥーの部分がちょっと硬くなってきてはいるんですけど、ヒールパッチですね。こちらメイドイン USA の表記も残る全然まだまだいい状態です。でしかもサイズもですねこちらの方が分かりやすいと思います。ナインハーフの表記になっております。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちら革靴ですね。レッドイングのチャッカになります。タグの方がこちらサイドの方ですね。こちらの方にレッドイングのタグがついております。サイズの方ですね、こちらの方に9.5B っていう表記になっております。まあ、状態としてですね多少のこの履き地はあったりとか、あとは紐レースの先ですねが少しこういった感じになってたりはするんですが、あとはソールの方もですね多少すり減っております。まあ、ただお値段その分反映してるかなっていうところですね。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてジャケット類の紹介です。こちらナイキのナイロンジャケットになりますね。こちら80年代のコンタグ、サイズ表記はミディアムになっております。で青ネイビーベースっていうところですねに赤の切り返しが入ってるっていうところです。フルジップの作りで、胸元には、ネイビーの同系色で、ナイキの刺繍が入っております。背中の方はこういった作りですね。特に大きなダメージなどを見られないです。サイズがミディアム表記なので僕自身はちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感ではあります。こちらの方でお値段ですね7,800円に消費税になります。続いてこちらなんですがタグの方がこちらですね。下の方についていてヘラクレスのタグになっております。いいブランドですね。でウールのフルジップのジャケットになるんですがジッパーがこちらのジッパーですね。コンマーのジッパーになっております。年代でいうと50年代あたりのものかなと思います。状態としてですね多少使用感あったりとかして、まあ、こういった袖の入り口ですねなど多少擦れてる感じがあったりとかはします。また着用に困るようなダメージっていうのは特に見られないです。多少全体的にこう擦れ等あったりはしますがっていうところですね。でサイズ感でいうと、42ぐらいのサイズかなと思います。僕でも多少ゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。それちょっと見落としてました。こちら袖の方ですねに、かなり目立たない感じにはなってますがリペアが施されてあります。こちらお値段の方ですね29,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスの941になります。ピケのジャケットですね。パッチの方はこちら欠損しております。ただ赤タブですね、こちらしっかり残っております。でピケのこの辺もかなり人気があるところではあるんですが、状態として、まあ、多少のこういった本当薄い汚れだったりはあったりするんですが、その襟元とかも全然ダメージまだ着てなくてっていうところですし、その着る分にはかなりいい状態かなと思います。でパッチこそなくなってしまってはいますが、表記があるとすると40の表記かなと思います。実寸で38に近いようなサイズ感ですね。僕も T シャツ1枚で着れないことはないですが、ちょっとピタッとなるぐらいのサイズ感です。こちらでお値段ですね29,800円に消費税になります。続いてリーのウエスターナになります。 100J ですね。タグがこちらの方でサイズが42レギュラーになっております。で胸の方にもピスがしっかり残っていてレジスターのみのものになっております。まあ、年代で言うと60年代あたりのものかなと思います。まあ、こちらに関しても状態いい、トータルとしていいんですけど、本当細かいこういった汚れぐらいはあったりします。まあ、あと袖の方にもこういった感じとか、
まあ、あとその先の方ですね、こういった感じの気持ち汚れがあるぐらいです。まあ、ただこちらに関しても襟などの状態はすごく良くて、でバッグもこういった感じですね、全然着用には困らないと思います。でサイズも42レギュラーというところですね。僕がちょうどよく着れるようないいサイズ感になっております。こちらお値段の方ですね、25,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスのサードのブランケット付きになります。品番で言うと559ですね。このブランケットがあって、でパッチは綺麗になくなっております。で赤タブはしっかり残っておりますね、こちらの方に。で色味もこうやっぱブランケット付きのもの特有のすごいいい色に仕上がりかけています。で状態として袖の入り口っていうところですね、この辺は多少スレがあってっていう状態です。またこれに関しても特に大きなダメージっていうダメージは見られないです。これから着るに本当いい状態ですね。襟元も特にダメージは見られないです。まあ、この襟の先ですね、ちょっとしたスレがあるぐらいではあります。でトップボタン裏がこちら O ボタンになっているので、そのポケットのフラップ裏も、同じオンスの生地が使われております。でサイズ感ですね、おそらく実寸の42ぐらいかなと思います。ブランケットがついているっていうところも考慮して、まあ実寸40ぐらいでちょうどいいサイズ感になる方が着るのがちょうどいいのかなと思います。こちらお値段の方ですね、49,800円に消費税になります。続いてカバーオールですね、こちらタグの方がこちらになっております。ブルーズアイっていうブランドですね。まあ、年代で言うと50年代から60年代入るぐらいのものですかね。ボタンの方にもこちらブルーズアイブランドの刻印がされております。で色味もかなり濃いですね、いい状態だと思います。特に気になるダメージなども見られないです。まあ、特に本当細かいところで言うとこういった感じですね。でサイズ感がですね、そうですね、42ぐらいのサイズ感かなと思います。カバーオールの42ってなると僕もかなりゆとりを持って着れる大きめのサイズ感でいいサイズです。こちらお値段の方が39,800円に消費税になります。続いてこちら M65 のフィッシュテールパーカーになります。でサイズの方がこちらですね、まあ、こちらライナーのサイズになるんですけど、スモールの表記です。シェルのサイズも確認したんですけど、そちらも S 表記で間違いないです。で状態がめちゃめちゃいい状態です。まあ、おそらく本当デッドに近いような状態だと思いますね、これに関しては。もうこのライナーのタグを見ていただいても分かると思うんですが、本当かなりいい状態です。ただフードだけがじゃあデッドのものではないっていう状態だと思いますね。ちょっとこういった感じで少しダメージがっていうところです。ただウォッシュとかにはかかってないと思います、この辺の感じを見てもっていうところですね。この辺はもう本当鉄板でもずっと人気があるアイテムですね。で S 表記というところなので、僕も気持ちゆとりが出るようないいサイズ感です。着れる方本当多いと思います。これからの時期重宝するかなと。こちらお値段の方ですね、59,800円に消費税になります。おすすめですね。明日1月8日土曜日からですね、3日間1月10日まで、アンドベルベルジュンの方でスタイリスト森くんのポップアップのイベントを行います。僕もですね、そちらの方にメインで立つことになるので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。